はい、じゃあそれです、それではですね、今回、動画 iOS さんの、商品の第3弾ですかね、白クマ、ラインコート、なんだ、今回は、一番の、昔から出てるですね、iOS さんのオイルの01プロと02プロの使い方。結構このまあ、皆さん一番存在知ってて、多分一番皆さんが持ってるものだと思うんですけど、確実にその、なんていうんですか、その01プロと02プロの使い方をどう変えればいいのかということと、使用目的など、あと実際に今回はリールを使って、例えば今日一日調光してきたんで、このオイルを使ってどのようにメンテナンスをすればいいかというのを具体的に説明していただきたいと思ってます。はい、今日もそれで iOS さんのスタッフさんに、説明していただきます。じゃあまずはその01プロと02プロの違いから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、うちのメインの商品になるオイルなんですけども、01、02とありまして、01と02のどう違うか、一番大きい違いが、粘度なんですね。01の方が、柔らかい、粘性が低いオイルになってます。はい、で02の方が、多少粘度があるタイプになってますね。粘りってことですよね。そうですね。はい、でまあ、基本的に01を使う方が、エリアのトラウトのリールには多いんですけど、はい、まあ、使い分けとして02の方は、はい、リールの基本的には外回り、絶えず、はい、回転してるとか動いてるところに、使った方が粘性が高い分、耐久性も高いんで、はいはい、絶えず回ってるところとか、うんうん、そういうところに使うのが基本的な使い方になります。そうですね。はい。はい、まあ、あとは、自分でリールをチューニングとかされる方によっては、はい、あえて逆で使うとか、そういう使い方もあるんですけども、はい、まあ、今日は基本的な使い方を、やっていきたいと思います。はい。じゃあ、次は、具体的にリールに使って、いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。それではこのパートでは実際に01 Pro、プロを使って、説明していただきたいと思います。じゃあ、設定はですね、今日一日、まあ、釣りをしてきて家に帰ってきて、じゃあ、メンテナンスをするという、形をやってもらいたいと思います。それじゃあお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまずはですね、一番重要な部分からやります。はい、まずは、スプールを外す、外します。はい、外します。はい、外すとこのメインシャフトですね。メインシャフト、この部分、はい、ああ、この細い棒ですね。そうですね、はい、ここのところなんですけど、はい、ここをこの綿棒で、あ、綿棒ですね。これ、これは今日はダイソー、100均です。あ、はい、ジョンソン、はい、じゃないですね。はい、じゃないです。はい、この部分ですね。ちょっと待ってください。はい、ちょっと見、この角度がですね、はい、はい、ここをこうよく黒くなってますよね。そうですね。その黒い部分を、黒いのクリーニングする。全部取っちゃっていいですか？はい。はい。シャフトを、ま、ハンドル回してもらって、一番出した、全部出すんですね。そうですね。うん、一番上に上がった部分で、はい。こう、綺麗に。はい。あ、全部取っちゃっていいんだ。はい、そうそう。俺これ取りたくなるんだよね。掃除してあげます。はい。で、ここに。はい。ここに。これですね。01プロ。01プロ。はい。はい。これを、一滴、ちょっと待ってください、元側に、ちょっと待ってください、はいはい、ここに一滴ですね。一滴、はいはい、一滴、まあ、入れてあげて、はい、はあ、はあ、ははあ、こう回してあげます。はい、何種ぐらいっていうのはない？あ、それはまあ、全体に行き渡る感じで、はい、まあ15回転20回転ぐらいですかね、ハンドルはね。はいはい、そうするとうちの、オイルの特徴として、はいはい、クリーニング作用もあるんですよ。はあ、でそうするとなんかまた、回してあげることによって汚れが浮き出てくるんで、はい、また取る、また取るんですよね。あ、本当だ。
なんか急にまた黒くなったよね。そうですね。これ、洗浄成分もあるんで。それ知らなかったな。こう、拭き取ってください、綺麗に。いいっすね。はい。あ、本当だ、取れてる。さっきより全然取れてる。そうですね。で、また最後にこれ一滴。また一滴。はい。あ、はい、一滴。入れてあげて、これで終わりです。あ、これで仕上げなんですね。はい。基本的に、簡単なメンテでは、ゼロワンプロの方は、このシャフトにつけるだけです。はいはい、ゼロワンプロはこれだけ。そうですね、はい。ただこれってすごい重要ですよね。これ重要です。ダイワのリールは特に、このシャフトが汚れやすいんで、はい、ここを重点的にやってください。それ汚れたままにしてどうなるんですかね。汚れたままにすると、巻き重り感だったり、はい、ザラ感だったり、そういうのが出てきますんで。出てくるんです。はい。わかりました。基本的に。これはじゃあ、毎兆候ごと、毎兆候ごとっていうよりは、やりすぎ。スプールを取って汚れてきたなと思ったらやってください。あ、じゃあ、毎回必ずやんなくてもいいってことですね。そうですね。はい。まあ、大体目安だと、3兆候から5兆候に1回ぐらいやれれば、大丈夫かなと思います。はい。はい、わかりました。はい。はい。はい。じゃあ、次はですね、iOS の、02 Pro。はい。これの、使い方を説明していただきたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。02 Pro なんですけど、基本的に外回り、リールの外側に接してる部分の可動部ですね。ラインローラーだったり、ハンドルノブだったりするのが基本的な使う場所になります。はい。はい。あとですね、これベール。ほうほうほう。この部分にも、02で大丈夫なんで。はい。はい。で、まあ、外回りなんで、雨風さらされると、やっぱ、ホコリとか、はい、そういうものが溜まりやすいんで、はい、基本的に、そういうものを取り除いてから使うようにしてください。ホコリとかがついたまま、オイルを刺すと、はい、ホコリが中に、オイルと一緒に染み込んでいって、逆に、状態が悪くなる。はい。時がありますんで、はい、基本的には結局クリーニングは絶対ってことですね。そうですね。ホコリやらゴミというのはかと取れる分だけ取ってください。はい、なるべく。それじゃあちょっと取り方やっていただけますか、ね。そうですね。はい、簡単に、はい、まあ、まずはラインローラー。そうですね。綿棒とかで、はい、ジョンソンじゃなくていいです、ね、そうです。100均ですね。はい、ここのところこうラインローラーを爪で止めながら、はい、はあ、はあはあ、はい、こう綺麗に掃除をしてあげて、はい、おー、あ、綺麗ですね。状態いいですね。まあそれは私のですからね。はい、完璧ですから。まああとはだからこのラインローラー部もなる、はい、あ、ハンドルの部分のところもなるべくこう、はい、引っ張って、そうですね。これ先っぽがとんがってるあれありますよね。その方がいいですか。やりやすいはやりやすいですね。はい、今ちょっとなかったんでこれでやってますけど、はい、基本的にこう取ります。はい。で、今度、ゼロツーですね。ゼロツーですね。はい。はい。これを、染み込ませるように。染み込ませるように。一滴いくかいかないか。どの辺に行きますか。本体と金色のラインローラー部分の間ですね。はい、スポイトで針先が細くなってますんで、はい、刺しやすいと思うんですけど、はい、ここにこう、ビュッと入れてあげる、はいはい。こっち側もこう入れてあげる。あ、それ両方入れるんだ。そうですね。はい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 。それで、まあ、馴染むように、爪でラインローラーを回してあげてください。はい、はい。で、どうしても、はみ出ちゃう部分があるんで、はい、はみ出ちゃった部分は、はい、はみ出るっていうのは染み出てきちゃうってことですね。染み出るっていうか、やっぱりどうしても全部染み込むんじゃなくて、はい、外側に、入り込まない部分が、はい、残っちゃう部分があるんで、はい、こう、拭きと、キッチンペーパーですね。キッチンペーパー。はい。はい、キッチンとしたペーパーですね。そうですね。これも100均です。100均だ。はい。こう、拭き取ってあげると余分な部分が、はい、余分なオイルが取れるんで。取れてますね。はい。ラインローラー、まあこんな感じですね。はい。はい。これで終了です。はい、ラインローラーは終了。はい。で、まああとハンドルノブなんですけど、はい。はい、これも、この隙間の部分に、はい。こう刺してあげて。隙間るですね。そうですね。はい。で、まあ、回してあげると。はい。ああ、いいっすね。よく回りますね。回りますね。いい感じっすね。さすが、かりんですね。そうですね。はい。さすが、俺のですね。完璧なメンテナンスで、はい、やっぱりどうしても、こう、余る部分があるんで、はい。これも、これも拭き取ってください。はい、キッチンペーパー。はい。キッチンとペーパーで拭き取るから、キッチンペーパー。そうですね。こう、拭き取って、ね、はい。
れるんだな。はい、はい、こんな感じですね。はい、その周り部分、あともう一箇所。はい、もう一箇所。ベールなんですけど。それ知らなかったな。ここやっぱ渋くなってくると戻りが遅くなる、悪くなるんで、はい、ベールを返してあげて、返して、ここの隙間です。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。よく見せてください。はい。ここの隙間、こっち側と、こっち側ですね、はい。はい。入れてあげて。それも一滴？一滴が、まあ、一滴弱ぐらいですかね。はい。で、入れてそうやって、そう、ちょっと馴染ませてあげて、やっぱりこれも、出てくるんで、はい、最後は拭き取ってください。はい、基本的には余分なオイルは拭き取る。これが基本なんで。はい、まあ、その、塗布した後は一応拭き取るってことですね。そうですね。はい。はい、一応これで完成です。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。はい、じゃあそれは最後に、今度はですね、例えば突然雨が降ってきちゃって、まあそのまま雨の中を釣りをしてしまったと。で、もしかするとリールに雨が染み込んでしまっているかもしれないという状況を考えて、雨の日調校してしまった後のメンテナンス。これはものすごく重要だと思いますので、これを簡単に説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ雨の日の後ですね、はい、初めはまあ外回り濡れてたらやっぱまたキッチンペーパーなんかで、はい、あの濡れてる部分きれいにこう、はい、拭き取るのが重要なんで、はい、水分をみんなこう、それは普通 の、 あの、はい、きれいな雑巾とか拭きんじゃダメなんですか？どうしても例えば、うん、水吸うんだとしたら、うん、ティッシュとかの方が吸うんだろう、うんうんうん、と思いますけど、そうですよね、どうしてもね、あのほこり繊維がホコリっぽいんで、うん、キッチンペーパーの方がその分のホコリとかが出ないんで、うん、キッチンペーパー使った方がいいと思います。なんかキッチンペーパーって細かいところに入んないような気がするんですけどね。細かいところに入んない部分は、はい、またこれを使ってください。ああ、はい、わかりました。100均ですね、はい、今日ね、はいはい、ダイソーで。そうです、はい、外回りの濡れているところを、まずきれいに拭きます。はい、で拭き終わりましたら、はい、ここからですよね、問題は、はい、中がもう俺がよくあるんだが水が入っちゃってると。そうですね、はい、一番溜まりやすいのがここのドラッグノブを外したところ。そう、そこ、ね、ここに水が溜まりやすいんですよね。溜まってんですね、でまあだからそうなんでスプールを外してあげます。はい、スプール外して、それで外回りの外せるところ、あ、ハンドルでしたりスタンドだとかハンドルはみんな外しちゃうんですね。これ外します。はい、そして、はい、日陰干し、日陰干しだ、はい、はいはい、水が、みんな乾くまで日陰干しで、こういう感じで、はい、これよくこの裏とかも濡れてますよね。そうですね、はい、それも拭いちゃっていいんですか？スプール部分なんですけど、はい、基本的に濡れたら、はい、ドラッググリスは、はい、やり替えてください。新しい全部拭き取っちゃうの、ね、そうですね、はい、はい、まあ以前多分ドラッググリス用のやり方ですね、やり方載せてると思うんで、はい、白熊ですね、そうですね、はい、もう一回白クマを塗布し直してください、はい、100% の拭き取ってからね、そうですね、はい、出すにはやっぱり濡れた時は新しく付け替えてあげるのが一番、はい、この裏もそうですよね。このそうです、この裏もその裏も結構濡れてる時ありますよね、はいはい、そうですね、みんな全部塗り替えてください。塗り替え、ドラッググリスに関しては雨が降ったら塗り替えると、はい、をそれに基本にしてください。わかりました。でまあこの状態で日陰干しにしてもらって、はい、乾燥乾きましたら、はい、先ほどやった、はい、このオイルトップですね、はい、使い方を普通のだから火のメンテナンスと同じことをやればいいんですね。はい、はい、乾いてくる、基本的には全部乾いてからやるようにしてください、はい、でまあ乾きましたらみんな組んでもらって終わりですね。はいはい、わかりました。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。